伏線寺は神奈川県横浜市緑区長津田町にある高野山、新言宗の寺院。正名は薬王山洋院伏線寺。関東八十八家所霊城の第六十五番霊場。創建年代は不詳とされるが、自伝によれば、1492年には三大将軍、家光から主院城を賜り、栄えた。主院城は将軍が変わる都度、 書き換えることとされており、14代将軍、家持の時代まで続いた。これら主院状は1869年に神奈川県裁判所に接収され、現在は、写しのみ残されている。伏線寺は段家を持たない、祈祷寺であったため、明治維新の後に別当職が失われると衰退した。1887年頃には、本堂が売られ、当時の住職も、郷里の千葉へ去ってしまう。 その後、本尊は小さな堂に安置されていたが、1890年頃に留守番の失火により全焼し、十数年間、無重の状態となって、境内は畑にされていた。明治30年代に、所属する小義神本州から派遣された、そう、山崎海新によって、本堂と区を兼ねた小さな仮堂が建てられ、再興した。本堂の再建は、住職の死去による、 天務住職の時代などもあって遅れた。1955年頃、治療の一部が東急電鉄の土地買収の対象となったことから、その代金と信徒の寄付によって1970年に本堂が再建され、続いて栗が建造された。かつて領主の祈願寺であった伏線寺は、浮上を避けるため、墓地は置かれてこなかったが、長津田の発展に伴い墓地を求める人が多くなった。 時代の流れを受けて、1973年に、区画整備された。関東88箇所霊場の、第65番霊場である。武装虎祭25薬師札所の第23番、札所であり、本尊の薬師如来像は虎戸仕事に会長する。国道246号線、宮の前交差点南側の丘の上にあり、坂を登ると、南向きの本堂がある。 現在の本堂は1970年の再建。間口10メートル、奥行き8.2メートルの入りもや作りで、屋根は瓦吹き。本堂には本尊の薬師如来が祀られている。高さ50.5センチメートル、幅28.0センチメートルの更新塔。基壇部に奉能更新とようため二世安楽との国名あり。1731年造留。 高さ58センチメートル。武州長津田村の女工場にて増立。主な行事は以下の通りである。東急田園都市線長津田駅南口から南町大企業バスで王子神社バス手上車。ありがとうございます。